清澄ウツボは、浜ウツボ科の寄生植物。本種のみで、清澄ウツボ属を構成する。清澄ウツボと表記されることもある。日本全国と、朝鮮半島、カラフと、中国の東北部と中北部、ロシアのウラジオストックなどに分布。生育環境は、北海道のまばらな新葉樹林の臨床から、温暖な上緑樹林の暗い臨床まで様々である。 キヨスミウツボは、ハマウツボ科に分類される植物で、キヨスミウツボ族に分類される唯一の種である。また他に、キヨスミウツボ族には、ピーマルティフロレスが記載されていたが、これは、お肉具のシノニムとされた。ハマウツボ科は15属150種ほどからなるとかであるが、それらの種も、キヨスミウツボと同様に植物の根に寄生することが、知られている。確認されている。 最初の記録は1823年から1829年の間に日本を訪れていたシーボルトとツッカリーニによって採集された標本で1846年にはその二人によって元気祭が行われた。日本で確認されている最初の標本は1882年に成長山で採集された採集者不明の標本であると推定されている。 俗名のファセランサスは、ラテン語で、束状の花を意味しており、主匠名のトゥーベフロレスには、筒状の花という意味がある。和名は1895年に、松村勤さんによって命名され、清澄山で発見されたことにちなんでいる。なお、うつぼワヤを入れる武具、ユニのことで、筒型の果樹をこれに見立てて名付けられている。清澄うつぼは、 アジサイ科植物などの根に寄生する寄生植物である。他のハマウツボ科植物の場合、寄生相手であるキシ生はほぼ限られているのに対して、キヨスムウツボがキシ生とする植物は、アジサイ、紫式部、ウンゼンツツ,ツジ、荒かし、ウラジロマタタビなど多岐にわたる。キシ生から直接養分を得るため葉緑体は持たず、植物体の色ははじめ白色で、次第に黄色味を帯びる。 地中に伸ばした寄生根が、機種の根を取り込んで、機種の養分を吸収して生活している。吸収した養分は根や、家計の細胞内に、澱粉粒として貯蔵する。梅雨の一時期の未知に家計を伸ばし、開花、結実して地上部が枯死した後、夏、秋には、地下部の根に栄養を蓄積しながら成長し、冬は休眠して越冬する。一年で寿命を終える株が多いが、 7年以上生育している株もある。植物体の地上部は高さ5から11センチメートルで毛はない。茎は卵形の輪片葉に覆われる。輪片葉は長さ5から10ミリメートル、幅3から4ミリメートル。法葉は長さ1.5から2.3センチメートル、幅58ミリメートル。下は6から7月、下女は筒状で、 長さは2.5、3センチメートル。茎の先端に数個から十数個の花からなるかすを形成する。メしべは1本、おしべは通常3から4本であるが、おしべは5本あるものもある。花には方向のあるタイプとないタイプがあり、それぞれおしべとメしべの位置や生殖方法も異なる。方向型は、メしべの先端の位置がおしべより高く、放火昆虫による、 竹ケ受粉によって結実している。一方向こう型は中等がおしべより低い位置にあり、自家受粉によって結実する。このことが判明するまでは、清澄うつぼは自家受粉しないとされていた。また方向型と向こう型では、染色体数が異なり、方向型は 2n イコール38の2倍体、向こう型は 2n イコール76の4倍体であることが明らかとなった。 またこの二つの型が交配して不粘性の三媒体ができることもある。なおこの三媒体はかすかに方向がすることから中間型とされ、花粉には粘性がない。清澄ウツボの花は糖度約10%の薄い蜜を多量に分泌しているが、これは機種から吸収した歯間液を流用したものであると推測されている。 主要な倉庫ナ社としては、エゾトラマル花鉢が知られているが、糖度の低い蜜を多量に分泌するのは、スズメガ類を倉庫ナ社として利用する植物の特徴であり、蚊による倉庫ナが行われている、可能性も指摘されている。果実は卵型で、長さ1.0から1.4センチメートル、幅5から8ミリメートル、中に多数の種子が入っている。種子は洋なし型で、 大きさは0.2から0.4ミ、mm、リメートル。なお果実はた日果てであるとされることが多いが、実際には液化である。果実が食害されて割れた様子がた日果てのように見えるため、長い間た日果てであると誤認されていたものと考えられている。果実は赤ネズミやハタネズミ、鳥類、マダラカマドウマなどに被色されているが、このうちハタネズミ以外の糞からは種子が見つかっており、 これらの動物が種子散布者となっている可能性が示唆されている。清澄うつぼはもともと産地が限られている上森林伐採などの土地開発が進んだことによって各地で絶滅の危機に瀕している。日本の環境省が作成したレッドデータブックには記載がないが各都道府県で作成されたレッドデータブックのうち33都道府県の レッドデータブックに絶滅危惧種として3件のレッドデータブックに要注目種あるいは情報不足として掲載されている。そのため各地で保護活動が行われている。例えば兵庫県の神戸市西区では宅地造成によって消滅が危惧された個体群について種子から苗を増殖させ多様な生物が生活できる環境を整備した公園に 清住うつぼを移植する計画が進められた。それにあたって、これまで明らかになっていなかった種子の発芽特性について研究が進められ、機種の活性や樹種、酸水による夏場の気温調整、地表面を日陰にするなどの条件を整えることによって発芽、規制を人工的に成功させた。しかし、移植した苗の定着力は低く、 移植した個体が定着するには至っていない。また、岡山県では自然公園法によって大仙沖国立公園や氷の山跡山奈山国定公園の指定植物に選定されている。ありがとうございます。